ザピー、どうもカンタです。皆さんはギャップ萌えしたことあるでしょうか？漫画でもよくあるように、メガネをかけていた女の子がメガネを取った瞬間に美少女に変わるとか、普段はとても厳しい男の先輩が自分の前だけでは優しくなるといったギャップに人々は惹かれてしまうものですよね。今回は皆さんからアンケートに答えていただき、ギャップのある MC たちをまとめてみました。おそらく皆さんが知っている MC でも意外な特徴があると思うので、今回の動画で確かめてみてください。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのが、今回のアンケートの中で一番回答数が多かった呂布カルマさんについてですね。呂布カルマさんというと、バトルのイメージではまさにチンピラのような見た目、サングラスをかけていて、まさにヤンキー漫画に出てきそうな風貌で、いつも MC バトルに参戦されていますよね。怖いとまではいきませんが、なんだか見た目から不気味さを感じますよね。そんな呂布カルマさんですが、最近の皆さんはご存知かもしれませんが、たくさんの可愛らしい一面がありますよね。例えば呂布カルマさんはなんと大の昆虫好きなんですね。 Twitter 上で青虫を晒すとフォロワーが減ると言っていたように、虫が大好きであり、休日に実際にカブトムシの幼虫などを探しに行ったりするそうです。休日公園に遊びに行って呂布カルマさんが昆虫探してたら、さすがに笑ってしまいますよね。最近では呂布カルマさんは YouTuber としての活動もされていますが、呂布カルマさんの娘さんが画面に乱入しそうになった時に急いで隠すという親の一面も見えましたよね。ミスタークールコアと言われている男ですが、やっぱりお父さんとしての温かい一面も持ち合わせているみたいですね。また呂布カルマさんの最近のブームはスプラトゥーンだそうで、ゲームにもハマっている意外な一面も見られます。そして何より一番意外な一面といえば、呂布カルマさんが家庭教師の塾長として働いていたということですよね。意外と思う一方で、呂布カルマさんというと的確なディスで有名なので、生徒たちに対して的確なアドバイスをするという意味では呂布カルマさんは適任なのかなというふうにも思います。とにもかくにも本当に読めない方ですよね。様々な点での見た目とのギャップがあるため、呂布カルマさんは今でも人気なのかもしれません。常に話題が尽きない MC ですね。次に紹介するのが、ケンザ390さんをはじめとする見た目と年齢のギャップですよね。ケンザ390さんというと、なんとあの若そうな見た目で40歳、信じられないですよね。実際この動画を見ている皆さんの中にも、お父さんが40歳ぐらいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ケンザ390さんがパパだったら本当に羨ましいですよね。実際に授業参観にケンザ390さん来てたら自慢のお父さんですからね。ケンザ390さん以外にも UMB の神奈川代表として何度も出場されており、アドレナリンでも優勝されているクールさんも実は36歳。クールさんもとてもイケメンなので、36歳とは到底思えないですよね。また逆の意味で年齢にギャップがあったのがスクービー J さん。とても落ち着きがあり、大ベテランのように見えますが、実はサムさんやムートンさんと同じ94年生まれ、もう MC バトルに10年以上出ているような風貌がありますが、まだまだ最近出てきたばかりの MC なんですね。 MC バトルというとやはり見た目のインパクトは非常に大事ですが、見た目と年齢が実際に違うということはよくあるそうです。ちなみにスクービー J さんでいうと、パチンコが大好きなそうで、戦国21章のインタビューではノンキーさんとパチンコの話をしたままインタビューが終わってしまうというとんだ珍事件もあります。あれだけはちょっと見てほしいですね。最後にこわもてな MC たちの意外な一面をまとめて紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのが和乳道さんについてですね。和乳道さんというと非常にいかつい見た目で、どんな相手に対しても一歩も引かず食らいついていくといった姿が印象的ですが、実は和乳道さんは物販の時にはとても腰の低い方なんですね。自分も UMB の千葉予選にお邪魔したことがあるのですが、その際にも自分よりも絶対に年下だという中学生や高校生に対しても敬語で応対していたのが非常に印象的でした。そんな和乳道さん以外にも様々な優しい一面を持っているこわもて MC たちはたくさんいます。例えばソンゴングさんはお酒を飲むことができないので、好きなお酒がほろ酔いというところ、少し優しいという点から外れるかもしれませんが、アイスバーンのメンバーの中でお酒を飲めるのはキッドさんだけというのも非常に印象的でしたね。そしてそんなこわもて、そしてアングラの MC の中で最も印象的だったギャップは、ローワックさんの大好物がオムライスというものですね。実際別に意外というわけではないんですけれども、なんだかローワックさんがオムライスが大好きと言っている様子が面白かった方もたくさんいるのかもしれません。他にもカン AK 映画見さんが猫が大好きであったりとか、こわもての MC は少し可愛らしいギャップがあるからこそ、バトルの時の真剣に戦う姿がより一層魅力的に見えるのかもしれません。というわけで MC バトルに出ている MC たちの意外なギャップについてまとめてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。バトルに出ている時の一面とバトル以外での一面が違うことによって、より魅力的に見える MC たちもたくさんいたのではないかなというふうに思います。呂布カルマさんを筆頭としてですが、やはり強い MC にはその MC のことをもっと知りたいと思ってしまうような意外なギャップがあるのかもしれません。今後も様々な MC のギャップについては調査していきたいと思うので、今回の動画が面白かったら高評価の方よろしくお願いします。もしかしたら第2弾をやるかもしれません。そしてカンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。チャンネル登録をして次の動画をお待ちください。個人的に今回のアンケートで一番笑ってしまったコメントは、エミネムが自分の子供に対して汚い言葉を使うなと言っていたってやつですね。エミネムがそんなこと言えんのかよっていうところは突っ込みたかったですが、そこは置いておきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。それではまた。個人的に実際にお会い
会した中でギャップが全くなかった MC といえばテラジーさんですかね。テラジーさんは一度バトルで対戦したこともあったのですが、その際にもとても気さくに話しかけてくださったのを覚えています。バトルでのイメージと同じように気さくにラフに話しかけてくれる方でしたね。その時は負けてしまったので、いつかリベンジ果たしたいです。